おーす。やっぱり東京ドームの食堂が似合いますね、村瀬さん。こんなんばっかりや。あ、これはよくミーティングしてる食堂ですよね、試合前してますね、開幕前に。ですよね、開幕戦の。で、唐さんがここでなんか劇を出してるところですね。よっす。おい、やす。よっす。この食堂も思い出が。ロッカールーム移転前とまた変わってない。あ、そうですか。ジャイアンツの施設はたくさん変わってますけど。そうですよね。ここがいたスペースは25年前と変わってないです。食堂で何かあったんですか、定番メニューみたいな。え、僕はミックスラーメンかな。ああ、有名っすよね。うん、あんまり試合前に食べなかったんで。ミックスってあれですね、味噌と豚骨でしたっけ。醤油でしたっけ。豚骨か。誰が考えたんですか。結構前からありました、ね、ありましたよね。ビジターも出ますもん。そうですね。東京ドーム WBC 以来。チェコ戦の時は緊張してたの。いや、あんまりしないです。楽しんだ。思い切ってないです。あ、藤岡選手のバッティングをずっと見ている佐々木朗希選手。東京ドームパワーボールハボール。東京ドーム、いや、今日パパワー、いやー、お願いします。いろんな思い出あると思うけど、どんな思い出が残ってますか、東京ドーム。Bueno, aquí el ambiente de Tokyo Dome me gusta mucho. Es un estadio bien bello, es un estadio muy cómodo para los bateadores también. Que vi muchos jorrones aquí, muchos jorrones. Vi en este estadio una vez la subí para allá, para la segunda planta. Dice mi pompa allá arriba. Anshin Taira のところに。¡Eh, すごい！すごいパワー！A los Anshin Tigers, sí, que estaban un juego bueno.去年東京ドームで佐々木朗希選手から打ったイメージがあるんだけど、3ベース、そう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 、すごい、ベリーグッド東京ドーム。今日はじゃあ久しぶりに東京ドームパワーパワー。よし、また来た梶さんが。東京ドームの思い出の一本を教えてください。日本一になった時はここにいましたね。優勝したいって言ってやっぱり FA して横浜に来て、はい、セ・リーグ3連覇させてもらったんで。ああ、そうですね。で、来た年12年は日本一までになったんで、もう本当にそれだけが目標だったんで、勝ってみたいっていうビールかけしてる。 UWBC で出たけどシャンパンファイトできなかったんで肉離れして帰ってきちゃったから、やっぱあれを目標にこの球場に来て優勝、まあ、させてもらったんで、そういう意味では勉強になったんですよね、やっぱね。強いチームのその1点守りきる野球と1点を取りに行く野球、これだけプロ野球でやっぱ違いがあるのかっていう、その時代やっぱ横浜はちょっとね、申し訳ないですけど弱かったんで、それ考えるとこれだけ同じプロ野球でしかも同じセ・リーグでやってる違いがあるのかっていうのは肌で感じれてよかったですね。初めてのビルかけどうだったんですか。いや、気持ちよかったですね。あんな目にしみるとは思わなかったんでゴーグル最初の年持っていかなかったんで楽しかったですね、やっぱね。で、この子たちにもさせてあげたいですね。そうですね、やっぱり優勝一緒にねしたいですし、ビルかけ してほしいですよ。そういう目標にしてほしいですね、もうね。せっかく今いい位置にいるし、まあ、彼らの、ね、今いる選手たちの頑張りではあるんですけど、やっぱそこに目標を持っていかないと、団体競技だしみんなで勝つっていうのは体験してほしいですよね、やっぱね。一回やっちゃうと、もう一回やりたいなんてまた絶対になるはずなんで。そうそう、ね、ビールかけして、ビールかけするのもいいし、そのまま飲むのもいいしマジでいいですからそう、ユニフォームはビール臭くなっちゃうけど。東京ドームは WBC 以来ですか。東京ドーム WBC 以来ですよね、はい、東京ドームいろんな思い出あると思うんですけど、日本シリーズ原さん満塁ホームランレフトスタンドですよね。めっちゃ詰まってたけどね、負け惜しみ負け惜しみ。ヤクルトの時ジャイアンツ戦よく投げたんですぐらいかな。清原にもあようホームランだけあそこに詰まって、おあ、松井にもよう打たれたんですね。あち打たれてばっかりやん、ね、やっぱりあれですか、ピッチャーって打たれた記憶の方が残っちゃうんですか。そうやね、抑えたことより、あんまり抑えたのは覚えてないんですけど、
できた年にフレッシュオールスター昔のプレミアオールスターとあれ選ばれて来た覚えがある、うん、あとは後楽園最後の試合私が先発だったんで。あ、そうなんですか。近鉄日ハム、あ、西崎さんと投げ合って、はい、完封させてもらって、あ、勝ったんですね。勝った、うん、華やかに勝ったんです。ファイターズに悪いけどもよくさ、東京ドームの思い出って何かありますか。東京ドーム思い出いっぱいありますよ。プロ初勝利が東京ドームのマウンドだもん。そうでしたっけ。怪我もしましたよね。怪我もね、2001年かな、連勝しててマウンドに上がって打球足に当ててマウンドに上がって、でそれが結局肩痛めだから。復活の登板も東京ドームだったっすっけ。復活の時もね、東京ドームで上がりましたね。あの時嬉しかったですよ、歓声が。うん、歓声もそうですしね、ビジターのゲームで投げ出してもらえるというのはすごく嬉しかった。あ、結局戦力として見てくれたっていうところが一番。ここで復帰戦投げた時に、ね、あのスリーランホームラン打たれてね、あの負けたんだけど、すごくいいピッチングして、その時のこのグレーのユニフォーム着た時の思い出は残ってますよ。ここで初勝利だから、こうプロの1勝目がここで始まって、うん、で怪我して復帰もここで始まってっていうね、そういった思いの球場でありますよね。都市対抗ですもんね。そう、都市対抗もここであの優勝することができたんで、あ、うん、やっぱ僕にとってはもう東京ドームの方がこう野球の中でこうターニングポイントになるような、うん、球場でありますね。最後、最後大丈夫、大丈夫。Let's go! Let's go! 東京ドーム？パワー！パワー！特に思い出深い球場の一つ。そうですね。今年は東京ドームはオープン戦しか来れなかったんで。ああ、そっか。嬉しいです。村田さん言ったけど、エスコパーからバックスクリーン右にスライドのホームラン。もう何年も前の話です。あ、やっぱ打ちやすい球場の一つ。しやすいかどうかわからないですけど、まあ、まあ、主戦球場だったので、うん、じゃあ今日はここでデビューしましょう。はい、さあ頑張ります。ということで、日本は大隣です。